ルネ、これから生徒会？うん、タカ君は枯れない桜の調査だよね。何か手がかりでも見つかるといいんだけど。ん？どうしたんだよ、ルルネ。タカ君、え？脱いで。は？脱いで。は？脱いで。先輩はその、あー、タカ君発見。やっほー、タカ君。ルルネ、学校なんだから少しはスキンシップ抑えようよ。残念。じゃあ続きはお家に帰ってからね。 See you。 続きってどこまでやっちゃうんだよ。俺だって吉野くんに抱きついて充電したいんだ。なんじゃこりゃ。どういうことだ、シロ。お前なんか MCS のくせに。モテないチャンピオンシラミネのくせに。こうか。へん。どうしたの、シロ様。やん、シロ様は私も。ん、こうか。やん、私も。おい、シロ。シロってば。なんだね、カズヤくん。あ、僕はモテモテで忙しいの知ってる。お前が何かの道具を使ってモテモテになったのは分かってるぞ。セイジ君、風邪大丈夫？今んとこは平気。ちょっと暑いかな。アカネさん、心配だし保健室行こっか。私が付き添ってあげるよ。いやいや大丈夫、全然平気だ。こんなのが続けばきっと。お兄の友達面白いね。奴の強靭ぶりは今に始まったことではないから、まあ、捨てておくとして。そんなことよりも純一、あんな可愛いギャルと付き合っておいて、幼馴染を自分好みのギャル風味に仕立てるような真似しくさったからね。なんて羨ましい、もとい羨ましい奴め。なんだと。バカな、百戦百敗ナンパし、シラミネシロウに彼女だと。あの水島さん、もうちょっと目立たないようにしたいんですけど。ミツリって呼んでよ、付き合ってるんだから。ああ、シロウと付き合える女がいるとはな。君委員長なんだろ、俺はどうすれば。いい加減に離れなさいよ。いきなり抱きつくなんておかしいんじゃないの、あんた。別に私とバサラはこれが普通。はあ、私こいつと一緒に暮らしてるんだから。人って転校初日にここまで孤立できるものなのか。その子どういう関係だ。いや、その、私はリトのお嫁さんです。何で、私たち昨日も一緒に。お前サイレンジ一筋だとか言ってたよな。いや、厳密に言えば俺たちがお前にとやかく言う権利がないってことは知ってるんだけどな。待って、話せば分かる。知り合いなの？どういう関係？そうね、
ただならぬ関係とだけ。誤解だ。これシャレになんでって。正義みたいに主人公っぽい人間は海で泳ぐもんだろ。ほら行ってこい。おはよう、ヤメさん。どうしたの？ちょっと朝から自分の理解を超えた出来事が起きちゃってね。よし、そんな疲れてる純一が元気を出せる場所に週末遊び行こう。どこ行くの？それは言ってからのお楽しみ。あのアホばかり。神はなぜここまで不平等に我らを作りたもうたか。どこの分岐からロードし直したらいいんだろうな。中神、オビナさんと仲いいよな。うん、まあ。じゃあカズヤんちの近所なんだな。近所どころか一緒に住んどるぞ。今でも一緒に寝とるし風呂も入るぞ。わしの背中を流すのはカズヤの役目じゃからな。ちょちょちょ、おいおい。なあ、これよりニノに健全男子の会による。え、はい、じゃーん。心の準備が。ボン、あらら、負けちゃいました。あ、天草選手の勝ち。勝ちです。はい、すいません。突然ですが皆さんにここで一つ重要なお知らせがあります。私、国略院セイラはここにいる天草かなでさんのことが男性として大大大好きです。俺のセイラさんだ。お前か、アマクサてめえ。あなたの肌のぬくもりよ。ぬくもり？エリカ待て、それ以上は。はっきりさせておいた方がいいわ。私とゴドウはすでに一夜を共にしてる。なら、タケル君は私のステディにしちゃいます。ミナホちゃん、この際あんな浮気者のことはほっといた方がいいと思うよ。それに奴の命はあと数秒。タケル、てめえ何人も何人も。みんな落ち着けよ。勇ましいとこまた見せて、キュートボーイ。頑張ってね。あの寄り道でもしてんじゃねえな。どうした秀典。ただくにがどうした。女子やがれ。何、マジかよ。マジだ。なんだあれ。本当に人間か、あいつ。俺たちのなすべきことは分かるな。各童貞力を限界まで高めろ。ゴゴゴゴゴゴゴ作戦開始。はあ、あの、俺また余計なことは。いや、お主がわしを助けてくれたのじゃ。礼を言う。これは、その気持ちじゃ。児玉さんの純血が。殺せ、お風呂を殺せ。よう、タダ君。ああ、元春、遅れて悪い。逃げ場はねえってな。さて、お隣の可愛子ちゃんは何者だ。どうもありがとうございました。ああ、いえいえ、まっすぐ行けば駅が見えますから。